MLB、ドジャース、オリオールズ、日本時間28日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は27日、日本時間28日、本拠地でのオリオールズ戦に1番、指名打者で出場。初回の第1打席で右翼へ2試合ぶりのヒットを記録すると、第2打席でもセンターへヒットを放ち、3年連続150安打に到達した。 今季46度目のマルチ安打に本拠地は喝采だった。25日、同26日のレーズ戦では死球を受け、この日の練習中は左手首にテーピングを巻いていた。ただ、死球の影響も感じさせないスイングを披露。第1打席で内角高めの初球を打ち返すと、第2打席でも初球をヒットにして本拠地に集ったファンを安心させた。大家の勢いが止まらない。 史上初の4号から4号、どころか50から50も現実味を帯びている。23日、同24日の試合では9回西満塁でキャリア初となるサヨナラ本塁打を放ち、6人目の40本塁打 &40 盗塁に史上最速の出場126試合目で到達した。24日、同25日には41号ツーランを放つなど、 2試合で6打点をマーク。試合前時点で打点トップの小綱を4打点追う形だった。6月15日、同16日、終了時点で最大18の差があったが、打点でも上回れば三冠王も狙える位置にいる。